はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、国分寺駅に来ております。ちょっと前にツイッターの方でチョモランマ盛りっていうバカでかいね、まあ、ちょっとねご飯がバズった記事がありまして、でそちらのねお店に本日は訪れております。で今回訪れたお店がこちらでございます。定食の丸大さんということで、でこちらのね丸大さんなんですけれども、まあ、大正さんという、まあ、グループ会社さんの、まあ、一つのねブランドなんですけど、これ有名なところで言うと、まあ、庄屋さんという居酒屋さんがあると思います。これね皆さん知ってると思うんですけれども、まあ、そちらのグループの新たなブランドということで、まあ、名前の通りね定食系がめちゃめちゃメニューあるんですけど、まあ、その中でやっぱりねバズったのがチョモランマ盛りというめちゃめちゃでっかいご飯となっております。ご飯だけで 800g もあると。普通のお茶碗で 800g なんで、もう写真で見るとこんな感じでございます。で今回はねそういったね定食メニュー、まあ、チョモランマ盛りも含めていろんなね定食メニューを食べて皆さんに紹介していきたいと思いますので、気になった方はぜひこちらの丸大さんで定食食べてみてください。ということでもうね約束の時間となっておりますので、早速中に入って注文させていただきたいと思います。はい、ということで例えばね店内の方に入ってまいりました。まあもちろんねオープニングでもお話ししたようにチョモランマ盛りでバズったんですけど、それ以外にもねおかずは特盛り商品あったり鬼盛りなんかもあるらしいので、まあ、そのあたりもねちょっと混ぜながら注文していこうかなと思っております。ということで、1品目に注文させていただきました定食がこちらでございます。特盛り鶏唐揚げ定食でございます。いやねもうね来た瞬間からめっちゃめちゃ揚げ物のいい匂いするんで、早速ねいただいていこうと思います。それではいただきます。ひとまずね、大食いとは言っても、まあ、体に気を使わなければいけないので、ちょっとねこれベジファーストでいかせていただきます。でこちらねメインの食材の鶏からでございますね。うまっ、うん、めちゃめちゃジューシーなんだけどごめんちょっとねあの食い気に負けての紹介が遅れたんだけど、今ね僕がいただいたお皿では9個乗っかっております。だいぶ特盛りなんだけど、しっかりとねこのジューシーさとかカリカリ感、この質は全く損なわれてなくて、こう特盛りでも絶品のメニューでございますね。うまっ、うん、大満足だね。うまっ。てかこのね今回の特盛唐揚げ定食、まあ後でねチョモランマ盛りも紹介するしと思って、ご飯並盛りなんだけど足んないなこれ絶対うん、そしたらこれねマヨネーズつけさせていただいて、うん、そしたらもうねご飯も唐揚げも折り返しなんで、ちょっと、ね、このレモン絞りたいと思うんですけど、これ、ね、スライスのレモン、まあ手を汚さずに絞れる方法としてこれねこんな感じで絞るとね便利なんで、ぜひね皆さんもお試しください。ちょっとねさっぱりといただきます。うん、うまっ。うん、やっぱ唐揚げにレモン絞るとねめちゃめちゃ酒が飲みたくなるわさすがに今日は、ね、ちょっと車なんで飲めないですけど、まあ、このね丸大さんにメニュー見るとアルコールの、ね、メニューも結構豊富なんで、こういったねおつまみ系、まあ、一品系とかでね、これ定食じゃなくて一品で注文して酒飲むのもありっすね。うん、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 ということでただいまね一品目のこちら特盛唐揚げ定食完食でございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまじゃないや、味噌汁がまだありました、すいませんうん、ありがとうございます。すご
すげえ実物すごいですねこれ。2品目早速ではございますが、こちらねチョモラン守り登場でございます。今回ね注文させていただきましたのが鬼盛り肉野菜炒め定食ということで、これちなみにねちょっとこのご飯で存在感薄れてるけど、野菜炒めだけでも1キロ近くあるらしいです。でご飯で 800g なんで、まあ、味噌汁込みで2キロぐらいあるってことだよねこれが。とんでもない、もうねもはやデカ盛りです。もうね香りもめっちゃうまそうなんで、早速ねこちらもいただきます。肉野菜炒めから。うん、うまっ。食べ方これで合ってるのこれ。上からうまっ。味もちょっと濃いめで、野菜もシャキシャキだし、おかずに最高かも。うまっ、これめっちゃうまいな。どんどん飲みたくなってきた。味付けはおかずにもね、まあ、おつまみにもぴったりな濃いめの味付けなんで、これね万人に受けると思う。嫌いな人絶対いない。すいません、ドライゼロとかいただいてもいいですか？すいません、ありがとうございます。いただきます。ごめんなさい皆様、いつも通りですねちょっともう我慢できずに、こちらねノンアルではございますがドライゼロいただきました。飲む前に一口いかせていただいて、やっぱこれですわ。いやもう僕決めました今ので。もう撮影抜きに今度ねオフで夜来て飲みに行きます。まだ2品しかいただいてないけど、本当にどのメニューもつまみにも最高だし、飲むしかないわ。正直自分のね動画を褒めるわけじゃないんだけど、このね料理見て、このねノンアル見て行きたいと思わない人いないと思うんだ。多分ね今日動画見てくださった方みんなね絶対行ってください。これめっちゃいいわ。なんかね店内の壁に貼ってあるメニュー表とか、あとはねポスターとかもそうなんだけど、なんかねノスタルジックな感じなのよ店舗内が。こうやってそれでねその中でいただくこの野菜炒めとか唐揚げとか、ちょっとね今日の撮影だけじゃ食べきれないです。食べたいものありすぎて2回3回来ようと、もうねこの時点で決めました。うまっ。そしたらこの辺りでちょっとね卓上にございます七味ふりかけて味変をしていこうと思います。うまっ。めっちゃうまいな。ちょっとね全部はいけないんだけど、この、ね、汁ももったいないんで、ご飯最後ねちょっと野菜のせまして、うわ、この肉野菜炒め丼は絶対最後うまいでしょ。
あ、うまということで、2品目、おそらくね、この丸大さんの中であるメニュー全て、比べても一番でかいであろう鬼盛り野菜炒めにチョモランマ盛りのセット完食いたしました。ごちそうさまでした。ということで、続いてですね、注文させていただきました商品がこちらでございます。で、丸大さんの方では定食だけではなくて単品や丼物なんかもいろいろありますんで、今回はこちらのヒレカツ丼とアジフライを単品で注文させていただきました。もうちょっとね、来た瞬間からもう心躍るような、もう見た目からね、やばいセットでございますが、早速ね、いただきます。あれ、ヒレカツ丼もこの湯気に、この卵のいい感じの半熟具合、これやばくないですか。あー、うまっ。あー、うわー、このカツもさ、熱すぎず薄すぎず、これ油も多すぎずで、これほんとね、これ懐かしいなって食べてて思うような、いいところ、ちょうどいいところついてくる商品ばっかりだな。うまっ。うん、うわ、だからちょっとね、これ次アジフライの方もソースかけさせていただいて、いただきます。あー、おいしい、これやばい。身のふっくら感と油の乗りすごいんだけど、え、マジ。皆さん、本当にね、言い方悪いんだけど、いわゆる居酒屋さんとか定食屋さん出てくるアジフライってパサパサなイメージないですか。結構揚げたてでも、正直スーパーみたいな感じの、僕もね、正直それをイメージして今一口目食べたんですけど、マジで別物。これやばい、ちょっと本当これ一回食べてほしいわ。あ、これうまっ。うん、このアジフライはマジで食べてほしいですね。ビールですね。ビールですよね。めっちゃうまいですよ。うん、うまい。これちょっとね、このタルタルがダグダグについた方もいただきます。取る味がすごいして美味しい。またね、このタルタル自体もしっかりね、酸味はあるんですけど、それ以上に濃厚さがすごくて、このね、脂が乗ってるアジフライにぴったりです。うまっ。ということでね、ただいま、こちらヒレカツ丼とアジフライですね、完食させていただきました。ごちそうさまです。で、ちょっとね、次は最後にしようと思うんだけれども、最後のメニューはね、ラスカルといえばのメニュー注文してみたいと思います。ということでですね、最後の品でございます。僕といえばね、ラーメンでしょ。ということで、今回ですね、こちらチャーシュー麺とチャーハンをセットでいただきました。いやね、この見た目もね、本当にノスラーというか懐かしい感じで、ちょっと心うずうずしております。早速ね、いただきます。いや、このスープも懐かしい醤油ラーメンって感じでいいっすね。あー、まあ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 、めっちゃうまいな。こういう懐かしいラーメンが食べたくなる時あるんですよね。ちょっとこちら麺で、
うまっ。うわーこれちょっと響くなー、 このお店。なんだろうな、この美味しいよもちろんめちゃめちゃ美味しいんだけど、なんかねそれ以上にこう心に響くものがあるんだよね。こう日本で育ってきた人だったら全員が懐かしいっていう気持ちにね苛まれると思う。ああ、ちょっとこれチャーハンでいっちゃっていいですかね。これチャーハンも綺麗な形でございますよ。あ、これだ。うん、この味も濃すぎずね、パラパラもしすぎず、ベチャベチャもしすぎず、もうちょうどいいところ。あは、うん、うん、うん、あーうまい。ちょっとねこれはちょっと参りました、これはやばい。うん、今ね現在時刻が4時前なんだけど、今日のね1食目がこの丸大さんのご飯でマジでよかった。うん、うん、ということでこちらのね味玉で最後でございます。うんうん、あーということでありがとうございました。はい、本日はですね、こちらの丸大さんでちょっとメニューで見た気になったメニュー、そしてもうツイッターでねバズったこのチョモランマ盛りいただいてまいりましたが、今回ね、撮影依頼をお願いしたきっかけがチョモランマ盛りを見て食べてみたいなと、動画にしたいなと思ってお願いをしたんですけれども、実際にね食べてみると魅力はそこじゃない、この料理の美味しさっていうのが一番の魅力だなとちょっとね食べてみて思いましたし、やっぱりこの SNS だけの情報じゃねその良さっていうのは伝わらないと思うので、まあ、このね動画を見てくださった皆様、この料理がね本当に美味しいと、まあ、皆さんも感じてもらえてると思いますので、ぜひね気になった方はこちらの丸大さんで、好きなね定食メニューだったりとか、あとはね単品を頼んでお酒を楽しむってこともできますんで、ぜひね食べに来てみてください。あー美味しかった。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。あーじゃあね。